私さ、これさ、新しいほくろできてるよね、絶対。こっちには前からほくろあったんだけどさ、これ多分新しいやつなんだよね。でさ、ずっとね、なんか肌荒れした後だと思ってたの。で、なんか治んないなと思ってたんだけど、ほくろだよね、これ。で、しかもこんなさ、左右対称なところにできてるんだけど。めっちゃやだ。 こんな左右対称なところにできることある？ねえ、なんでほくろって増えるわけ？もうめっちゃなんだけど。絶対にこれはね、パパの遺伝なんだよ。パパってマジでほくろ多いんです。マジでパパってほくろ多くて、パパの背中のほくろって数えたことあるんですけど、本当に星座みたいなんですよ。本当に星座みたいに背中にほくろあるんですけど、多分ね、パパの遺伝で結構ね、体にほくろ多くて、なんかもうさ、ここにね、ここにほくろあるんだけど、こことここに。ここにこうあるの。こうやってほくろが、まあ、ここにもあるんだけどね。で、ここにほくろがあるから、いつもね、ナッピがペン持つとね、ここに口書いてくるんですよ。めっちゃムカつきますよね。ここに口書いてくるんです。顔作ってくるの、私の腕に。ムカつくよね。 そう、パパの背中のほくろ数えたけどね、もう忘れちゃった。でも3桁はあったね。ほくろ多いんですよね、めっちゃやだ。なんかね、妹がね、この辺にね、どっかね、この辺にほくろがあるんですよ、妹が。どっちもこの辺に。手のひらにほくろできた。私ね、ここにできた。ここ、あ、手めっちゃシワシワ。ここにできました、ほくろ。指ってほくろできるんやみたいな、指ってほくろできるんやみたいな、なんか新発見でした。液体窒素ですぐ取りますよ。でも痛いじゃないですか、あれって。地味に、しかもほくろってなんか別に消してもまたできるし、なんか相当嫌なところにできなかったら別になんか消さなくていいかなみたいなとこありますね。なんかほくろはいっぱいできるくせにさ、可愛いほくろとかないんですよね。なんかこのさ、目の下のさ、泣きぼくろとか、この顎のこのさ、ほくろとかさ、なんかこう素敵なね、なんかこう魅力的なほくろはできないんですよ。なんかもうほくろって感じ。 うちの会社で液体窒素売ってます、だって。 あ、自分でやんの。私自分で消すの。差別しないでください。 ごめんごめん。 泣き袋って可愛いと思うの？泣き袋が可愛いっていうの分かんないけど、でもやっぱなんかあるといいなと思いますよね。なんかエクボとかもそうだし、刃とかもそうだし、あったら可愛いなと思いますよね。なんか私昔ラブ&ベリーってあったじゃないですか。で、ベリーってここに星の
あれほくろなのかシールなのか自分で書いてるかわかんないんですけど、ここに星がついてるんですよ。こうやってめっちゃちっちゃい、多分ほくろなんですよ。多分泣きぼくろの一種でここに星がついてるんですけど、それがもう本当に羨ましくてずっと憧れて、ちっさい星のシールをここにつけてました。ずっと憧れだった。泣きぼくろ、泣きぼくろ、星泣き星。わかる、それな。私がね、私なんは持ってないかな。めっちゃ昔にね、なんかね、ラブ&ベリーのあのプリクラがあって、ラブと一緒に写真が撮れるみたいので、もうめっちゃねポーズ撮ってるプリクラがあるの。しかもね、一人で撮ってんだよ。5歳とか6歳の時に一人でプリクラ撮ってんの。ソロでプリクラ撮ってんだけど、まあ、ベリーラブも一緒だったから、まあ、ソロではないんだけど撮ってるんだけど、その写真ねめちゃくちゃ面白いんだけどね、多分持ってないんだよな。もうね、その写真、私もその時の写真の私可愛すぎて本当に大好きなんだけど、さすがに持ってないよな。誰から送られてきたかもいまいち覚えてないんだけどさ、まあ、ママかばあちゃんなんだけど、さすがにないんだよな。しかもいつ頃もらったかもいまいち覚えてなくて、でも本当にもうめっちゃポーズ撮ってて、もうめっちゃ可愛いんですよ。今見たらね、超恥ずかしいんだけどめっちゃ可愛いのね。めっちゃ見せたい、超見せたいけど、マジでない写真。いつもらったんだっけな、でも去年だよな絶対に。なんか定期的にね、実家から昔の写真が来るんだけどね、本当に面白いの。当時の自分って何考えてたんだろうって思うんだけど、あのね、可愛いっていうのは見た目が可愛いとかじゃなくて、アホで可愛いのよ。本当にアホで可愛くて、何してんの自分って、ほんとアホだねっていう方の可愛いなんだけど、でも全然見つかんないな。ないってことなのかな、この携帯でちゃんと保存できてる、できてないのかもしれないしさ、見つかんない。全然見つかんないけど、アホのアキちゃんは見つかったわ。アホなアキちゃんは見つかった。アホなアキちゃん。なんでハッピーバースデーのあれをつけてるかはわかんない。なりきってたんだろうね、本当に。本当になりきってたんだと思う。母ちゃんから送られてきたのかな。普段通りや。普段通りでした。すいません。普段通りのあきちゃんでした。あきちゃんって本当に面白い。ないですね。懐かしい写真がいっぱい。これはアホなリオちゃん、見える？これはアホなリオちゃんね。やっぱないな。これは私が一番好きなおだちゃん、かわいい。あ、これ出したかな、これ出したかな。これは男化した私。男の人に
加工できるアプリで男の人にした私。なんかね、ちょっとだけパパに似てんだよね。じわじわ来るよねこれ。めっちゃじわじわ来ないこれ。これ結構じわじわ来るんだよね。あ、こっちの方がパパに似てる。こっちの方がパパに似てる。これは私。これこっちの方がちょっとパパに似てる。絶対乗せてたか。乗せたよね。やっぱりそんな気がしてた。こんな感じ？こんな感じじゃない。もう全然見つかんないわ。全く見つかりませんでしたけど、本当に本当に見せたくてたまらない。もう本当に面白くて本当に面白くて本当に面白いから。最近ハマってることがあってさ、最近ハマってるのがね、あの宮崎犬の宮崎犬のインスタライブを見ることなんだけど、あれめっちゃ面白いよ。なんかね、もうなんか無心で見てる。ぼーっと見てる。もーっと見てますね。なんかもうなんかずっとね、なんか折り紙してたりとか、なんかずっと工作してるんですよ。ずっと工作しててなんかこの間クリスマスとかだったからかな、クリスマスとかはお正月とかだったからかな、あ、そう、ひむかのやつだからかな、なんかずっと工作してるんだけど、やっぱ手とかモフモフじゃないですか。もうね、すごい可愛い。本当に可愛い。なんかぼーっと見てる。なんか無心で見てる。可愛くって。ママからね、送られてきたんだけどね、昔のその10周年本でさ、10年前の写真をあの送ってくださいってなった時に、ママがパソコンでね、なんかうちにあるパソコンでなんか調べた、見てみたんだって、その今までの写真をね。そしたらね、これが出てきたんだって。これ誰かわかる？みんな、これわかる？これね、富吉さん富吉さんなんだよ。これ出てきたんだって。これ出てきたんだって。だから私がね、パソコンで保存してたんだって。やばくない？これがね、当時の多分ね、最新の写真とかなんですよ。私が保存してるんですよ、パソコンかなんかで。すごない？このセーラームーンの服どこで買ったんだろう。てか足長っ。感激しました、自分に。やっぱないな。でもムチムチすごい。小学校の頃のお友達とかいっぱい乗ってるから見せられないけど、ムチムチですね。小学生だったのかな、コロコロ。あ、小学、中、ギリ中学生なんじゃないかな。ありそうでないな。めっちゃありそうなのに全然ない。富吉さんとそんなに年の差あるの？でもこの時も富吉さんだってもう中学生とか高校生入ったばっかりとかじゃないのかな。もうののお母ちゃんの写真が大好き。熊本で会った時のののかちゃんの写真を見返してます。何回も何回も。可愛くってね、大好きなんですよ。もう一回送ってもらうしか。それな、もう一回送って
ってもらうのもちょっとめんどいな。あのののかちゃんだよ。あれ？チア、チアの衣装の生写真って出ましたっけ？出てないよね。出たか。出た。出た気がするか。出たのか。出たか。大体見逃してる。本当にわかる。こういう時大体見逃してる。熊本楽しすぎたね。熊本マジで楽しすぎた。熊本はね本当に楽しすぎたよね。でも本当にね、あれに関してはみんなが声が出せなかったのも残念だけど、もしみんなが声を出してたとしたらみんなの方が死んでた説はあるよねみんなの方が死んでた説はマジでありえるよね。あの時の瀬戸利でさ、みんなが声出せたらね。ママ絶対ショールーム見てないよ。てかね、恥ずかしいから見ないでほしいしね。ノンストップだった。熊本は上手のスタッフさん可愛かった。何の話やねん。てか髪の毛伸びたな、すごく。うわ、パンケーキ食べたい、ラーメンも食べたい。これ何のラーメン？あー、めっちゃ美味しそうなラーメンの写真がありました。あ、そうだ、ゼップ。そう、ゼップもね。ゼップってなんか私さ、ゼップっていう名前だけですごくテンション上がっちゃうオタクなんで、まあ、ゼップオタクってほどゼップが詳しいわけじゃないんですけど、なんかやっぱゼップってもうアイドルみんながなんかそう、なんていうの出てるところじゃないですか。もうゼップっていう名前だけでテンション上がっちゃうんですけど、なんかね、ファンの人に、ファンの人、ファンの方にこの間のお話し会でなんか今度のゼップ出るのって言われたんですよ。で、私マジで何の話か分かんなくて、えみたいな、ゼップって何ですかみたいな、えなんかゼップ、えゼップのあれあるんだよみたいな言われて、えみたいな、何の話ですかとか言った2日後ぐらいに ZEP のイベントに出ますって言われて、めっちゃ恥ずかしかったよね。あ、これかみたいな、おファンの人の方が全然知ってるわみたいな知らなくて、そのイベントがあることをね。なんかよく見てみたら、最近すごいツイッターで回ってきてた、そのソノちゃんとさやまるのサガーズ、サガのラジオかな、ラジオのイベントかなんからしくて、だから私なんかソノとさやまるがイベントするんだと思ってたんですよ。なんかそう、ソノとさやまるがイベントすると思ってて、あのそしたらみんながみんな出させてもらえるみたいで、ファンの方に「え、全然知らない、私出ないよ」とか本当に申し訳ないんですけど、全然知らないよ私とか言ってて、え、何の話って言ってたら、あの本当に数日後、本当にすぐ、本当に数日後に出ることになりましたはい、出ることになりました。ありがたいですね。もうゼップ大好き、ゼップ大好きオタクなんで、本当嬉しいです。あ、すごい、そうこれね、あのもう出てきた時に感激して、もうなんかもうニヤニヤが止まらなかった写真。もう入ったばっかりの時、もうマリアさんがまだもう中学生とかの時なんですけど、で見えるかな、日向とマリアさんと3人でねプリクラ撮ってるんです。もうマリアさん見える、めっちゃ可愛くない？しかもね、わかんないんだけどね、何この家族って、家族って何家族っていうさ、落書き何って感じじゃないですか。マジで本当に面白くって、マジで笑っていました。もうかわいい、本当にかわいい、大好きなんです、この
家族プリクラマジでやばい家族プリクラマジやばくないですか。もう本当に大好きこの家族プリクラひらがな家族でもね、このね落書きはね多分全部ひなたが落書きしてるんですけど見てください、見える？宮崎、宮だけ漢字でザキ切れないでしょ。群馬に関しては全部ひらがな、大阪だけめちゃくちゃ堂々と漢字で書いてるんですよ。多分全部ひなたが書いてるんですよね。本当に面白い、懐かしすぎてもう一人でめっちゃニヤニヤしました。大好き、ああ面白い。本当に昔の自分って何考えてるんだろうってめっちゃ思いますよ。本当に面白い小さくてメンバーに見えない、確かに親戚のなんかいとこの赤ちゃんみたいいとこの赤ちゃんみたいですよね。意外と宮崎って書いてって言われても書けんかも。え、そんなことある？都道府県はさすがに書けるくないですか。栃木と栃木はいけるか、茨城とかがちょっとギリギリかも。茨城って岐阜はね、茨城がね意外と出てこないかも。あ、新潟ね、新潟はでも見慣れてるかな。あ、茨城ね、はい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 、滋賀と佐賀はね、いける。あ、茨城木か城で迷う、わかるわかる。茨城言うて偉い、茨城ね、茨城。栃木は書けそう、なんかでもなんか急にクイズとか出されるとわかんない。山梨はねギリ書けるよ。でも私の一番はやっぱり茨城だったかな。茨城と岐阜かな。茨城と岐阜は結構ギリギリか、ギリいけないかも。大阪に茨城市があるんだって。さすがにね市町村とかあの県庁所在地とか言われるとちょっとわかんないんだけど、僕住んでるところやんって言っていいの？石川が一番いい時間、確かにね。でもさ、鹿児島とかもさ、意外とじゃない？鹿児島も。沖縄より鹿児島の方が書けなさそうじゃない？鹿児島難しくない？鹿児島って書いてみてって言われてさ、なんか鹿児島ちょっと難しい気がしない？書いてって言われた時。そう真ん中のそのか5の部分とかさ、いまいちさ、どんな感じだっけっていけそうじゃない、なりそうじゃない。確かに新潟のガタって感じはね、なんか一生わかんない。なんかさ、なんていうの、どう、なんか形はわかるけどみたいな。じゃあ鹿児島は書けるけど、でもなんかその鹿児島って書いてくださいって言われてさ、ちょっと自信なくない？自信なくなりそうじゃない？合ってるかなみたいな、こう自信満々に書けない気がする。
そう手書きしないからね、そう手書きしないか分かんないんだよね。え、あと何だろう、何があるかな。でもやっぱ大分ってなんでこれで大分って読むんってはなりました。急に沖縄じゃない、急に大分これで大分って読むのはなんでってなりましたよね。鳥取ね、岐阜も岐阜でしか見ない、確かに。うわー、群馬は群か群か、わ今まで分かってたのにそうやって言われるとどっちか分かんなくなっちゃう、群馬の群が。宮崎も都の城とか難しい地名あるよね。でもさ、私からしたらすごいさ、こう馴染みのある地名だからさ、難しいと思ったことなかったんだよね。沖縄とか難しそう地名。てかさ、小学校の頃の自分さ、なんか都道府県のさ場所も覚えててさ、全部のさ都道府県が分かっててさ、で都道府県県庁所在地まで分かってたんだよ。天才じゃない？今言えって言われたら絶対言えないもん。なんか四国ら辺のさ県庁所在地さ、すごい難しいじゃないですか。松山、松、なんか松がすごいつくところあるじゃないですか。そう、本当に今思ったら本当に、あ、そうそうそう、この雑なんとか熊みたいな。そう、いつもね、これね、いつもね調べるっていうか、いつも見て電車の中で見て、あ、そうそう、こうやって読むんだよ、こうやって読むんだよっていつも思い出すんだけど、いつも忘れる。あ、そう、高松、松山、松江、そう、あ、雑書の熊、そう、いつもね見て、見た、覚えた、雑書の熊って覚えて忘れるんです。マジで難しい。行ったことはないんだけど、やっぱ見て気になるじゃないですか。え、なんて読むみたいな、どこやねんってなるじゃないですか。いつも見て忘れるんですよ。明日は分かんないですね。そう、触れないと覚えないですよね。覚えられない、読めないですよね。雑誌の熊は特に何もないからねって、なんかあるでしょ。腹を張るって、確かに春日原とかね、旅に行きたい。旅いいですね。ももち、そう、ももちも読めないですよね。ももちわかんないもん、最初百道百道みたいな、でももちを百の道って書いてももちって読むのも、なんかやっと最、なんていうの、あれした、やっと一致しますよね、住み始めてから。寒くて鼻水が出る。東神町とかね、北条屋も分かんないね。だってさ、いつもさ漢字はなんか出てきてんのに、なんて読むか分かんなくて、なんて言ったらいいか分かんなかったもん。メンバーの名前難しい。メンバーの名前全員分書ける自信マジでない。
殺処の熊。リミカ、リミカむずいね。一番書けそうなメンバー、一番書けそうなメンバーっていうのはどういうこと？私が一番自信あって書けるってこと、それともメンバーの名前を一番漢字で書けそうな人ってこと？これで聞かせるすると当てるメンバーあんまり、そう意外とね、意外と地頭絵ってミュージアム初めて見た。そうなんですよ、なかなかいないんですよね。メール打ちます。今日なんかすごいね、顔がね、漏れてます。今日なんか、なんか顔漏れてますので。いい感じですね。あれ同じ写真かな。なんかもうね、自分でね、どれがね、上げてて、どれが上げてないのかもうね、わかんなくなっちゃってんですよね。送ったぜ。寒い。漏れてる漏れてないの基準は可愛いか可愛くないかです。ただそれだけ。はあ、リーナさん、世界の背にリってなんだろう。草冠にあれのリかな、あの指原さんのリにならんの。自信ない。ちょ見てみよう。おー合ってるやん。合ってた。ゆうきと楓の血の違いは HKT わかる。最初本当にね分かんなかった。てか今未だにね、いまいちね、楓の方、あ、うん、いや、分かった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 、いける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 。メンバーに手紙書くと思える。確かにフランフランのミニヒーター場所取らんけおすすめ。ミニヒーターいいね。縁紙書けるよ私多分。でもそんなにね、私ね、なんか頭いいぶってるけど全然頭良くないんですけど、だからねちょっとね意外と描けないんだけど、なんか白い写真ないかな。白い写真ちょっとあれ、なんか白い写真ないかな。それでかけてなかったら超恥ずかしいけどね。これじゃない？反転してる？
えるむずい、言えるむずいです。るがわかんない。るゆうえるるって何、私の知ってるるはこれしかない。え、合ってるじゃん。合ってない、合ってる合ってる合ってるよね、合ってるじゃん、合ってた。急に漢字クイズ大会。自信ねえ。ヘルタンさんマジでわかんない。待って、全く思い浮かばない。あ、なんか違う。あ、ん？これ？こうかな？これ？レがわかんない。何もわかんない。お、合ってるくない？え、合ってない？合ってる？合ってる？合ってるじゃん。え、自分が一番びっくり。合ってるの。合ってる、合ってることに自分が一番びっくりしてる。いけるやん。いけてるやんけ。楽しくなってきちゃって。でももうね、リミカは書けない。リミカのリはわかんない。葵さんもね、私全く書けないよ、マジで。葵さんに関してはね、本当に申し訳ないんだけど全く書けない。もう新しい漢字作るしかないもんね。お、お、待って、違う気がする。でもマジこんな感じ、こんな感じなんだよ。なんかこんな感じなんだよね。なんかこんな感じ。形は合ってると思うんだよね。なんか違うんだよな。なんだろう。いがわかんない。あ、青に関して待ってるかもわかんない。いや、これはね、もう絶対に合ってないです。わかんないもん。あ、え、なんだろう。わかんない。これかな。あ、口か。口だ。もうこのね、ここが本当にわかんなくて。口だ。そうだ。こっちはね、合ってるよね。こっちでした。覚えました、覚えました。今ので多分覚えた。書いとこう、一応。あ、皆さんのスクショして載せるときは、こっち乗せてください。こっち乗せてくださいね。スクショして、スクショしてなんか乗せちゃうかなって時はこっち乗せてもらって、
鈴上りみか、りみかは本当に書けない。あー、あかりちゃんね、あかりちゃんも書けないかも。かけ、かけるかける、これじゃない、違う、合ってる合ってる、ほら、あかりちゃんかける確かに。でもでもどの漢字、3文字だったことは覚えてるけど、どの漢字でこれかなみたいなのは確かにある。意外とかけました。ゆうなちゃん、ゆうなちゃんの感じはね、いつもね、どっちかわかんない。ママかけるやん、それな、ママかけてるやんママかけてましたひろなはかける。おだ、おだ、おだ、おだはね、そうだよね、小田はね、こうなのよ。で、モカもこっちなんだよねモカも合ってるよね。モカも加えるだよね。ちょっと待って、実らで覚えるじゃないですか。武田、モカも加えるなんですよ。で、で、あれですよね。萌えかは香る？萌えかは香る？かな。違う？萌えかは香るだよね。おー、うわー、さやまる自信ない。さやかめっちゃ自信ないな。え、待って、全く今ねえ、さやまる、あ、ち、思い出した。あ、ちょっと一本線多かったわ。これじゃない、さやかじゃない。おお、やっぱね、ほんとね、マジで自信ないし合ってるかもわかんないけど、漢字の形で覚えますよね形で覚える。あと誰、うわ、ひなの、ひなの、ひなの、マジでことを、え、待って、ガチで分かんない。ひって何、ひって何、え、これはね、全くね、出てこない。え、これはね、降参です。全く出てこないです。それだー、それです、それです。書いとこ、ひなのの、ひなのね、覚えましたい、ひなのちゃんひなの、ひなの、ほんとだ、これじゃん。なんでわかんないわけ、本当にさ、ありえないよ、本当。もう今怒っとった、怒っといたんで、本当。わ、いおりちゃんね、あ、メール来たの、メール来たの、早っ。いおりちゃんはね、なんか、なんていうの、ピナってさ、ピナって覚えてるからさ、
漢字の並びがねいまいち考えたことなかった。いおえ、りって何？いおりちゃんのりって何？私の中で一番しっくりきた形、ひおり、そう、後藤ピナなのよ。合ってるじゃん。合ってた。ここまで覚えてるの。ここまでは楽しくなってきてるよね、ほんと。はい、出た。ゆうなちゃん、マジでゆうなちゃんの漢字ほんとに覚えられない。ゆうなちゃんの漢字ね一生覚えられないんですよね。一旦書いてみる。毎回別に自信ない。合ってるか合ってないかだけ教えてくれる？合ってる？合ってるね。おお、やっと覚えました。やっと覚えた。ゆうなちゃんのね、ここに点がいらないよっていうやつね。覚えました。もうね。点いらないんだよね。ね。さえちゃん、さえちゃんってどういう感じ？さえちゃんはこうでしょ。さえちゃんこれじゃない？さえちゃんこれじゃない？違う？あ、王いらないのか。さえちゃんは王がいらないのか。そっか、やっぱり彼女はなんか漂う貴族感があるからちょっとちょっとつけちゃいましたね。やっぱただやっぱ貴族っていうかもうお姫様だからちょっと王つけちゃいましたね。さえちゃんね、オッケー、さえ様。6期生のキラキラネームの子入ってきたら分かんなくなりそう。分かる。6期生の名前難しそう。今どきそう。寒い、手が冷たい。優勢解説とかね、確かに意外と書ける。さえちゃんって自分の名前漢字書けるのか。書けるやろ。難しい名字、あ、確かに九州って結構難しい名字多いですからね。へえ、星と姫と書いてキキララって読むんだって、すごい。レア名字。楽しみだね、ほんと。なんていうの、ありまどの、ありまどの。予測変化出てこないと無理やり
ひらがなで書いちゃう。めっちゃわかる。私もさ、なんか漢字別に難しくないんですけど、その漢字自体はね。でもやっぱ読めないじゃないですか。で読めないし、あと画数多くて時間がかかるんで、時間がない時とかはひらがなで書いちゃいます、名前。難しい漢字がいっぱい入ってきたからもうわかんないです。もう漢字が難しくってもうね、コメント欄が読めません。あ、タワー立ててくださったんですか、ありがとうございます。高橋康樹さん、タワーありがとうございます。いつも見逃しちゃう、ありがとうございます。なんか僕も立てたよとか言う人のあったらぜひマジで皆さん言ってくださいね。私すぐ見逃しちゃうんで、もうわかんないわかんない、みんな何言ってるか本当わかんない。はるかちゃんが全ていなくなる HKT、 でもさ、今までさ、はるかちゃんと田中さんとり指原さんのリがの名前のリって漢字がついてる子は各期いたのに、4期生だけどれもいないんですよね。はるかちゃんは3期生さんいないか、その全てに該当しないのが4期生。半になったら終わりますね。メイの浜駅、確かに難しいよね、メイの浜駅。私いまだにさ、リオちゃんがさ卒業公演でさ、リオちゃんって昔卒業、違う、リオちゃんって昔梨の花のようにキラキラ輝きたいって言ってたよねって話の時にさ、リオちゃんがさ、あー言ってたね、お花枯れちゃったって言ったのがね、私いまだにツボで卒業公演になんてこと言ってんだっていうのもあるし、もうリオちゃんっぽいのも面白くって、いまだに思い出してちょっと笑っちゃいますね。マジでいまだに笑っちゃうんだよね。リオちゃんのさ4期生のさ MC さ、もうリオちゃんが面白すぎてさ、もうなんかもう面白すぎて泣いてたもん、あの日ずっとリオちゃんが面白くって泣いてた。あとお芋ちゃんが泣きすぎてて面白くて泣いてましたね、ずっとね。4期生ラインで草しか言わないのは本当だよ。いまだにね、私ね、村重さんの卒業公演が終わってからね、こっちのね二重のね二重がずっと不調なの。あの日にむくんでから、あの日に号泣して、やっぱあの時リオちゃんの卒業公演とアイアライブと村重さんの卒業公演がもう連チャンで来てたから、もうねずっとなんか泣いたりばっかりで蓄積されてて、もうねあの12月からねもうずっと二重幅が不調なんです。みんなが泣かすから。みんなが泣かすからね、もうねずっとね二重幅がね不調なんですよ。ほんと流線バグってたよね。あ、
と1週間でリオちゃんの卒業公演見れなくなるって。みんな今のうちにいっぱい見ときいっぱい見といて、今のうちに。そうじゃ、まだ1ヶ月経ってないのか。ほんとじゃん。まだだって、あ、でもそっか、あとちょっとでもう。そうなんだよ、あとちょっとで1ヶ月だよ。チームオレンジの声もう見れないの？悲しいね。もうあのメンバーでチームオレンジ公演はできないのにね。楓ちゃんまだ1週間なの？マジで？ラジオで今年は2キロ痩せるって言ってたけど、正月は太らなかった。お正月ね、太ったと思ってたんですよ、ここの顎のね、肉が。こうやって触ってみて、うん、なんか太った気がするなって思ってたんですけど、今日公園に行った時に劇場で、なんだっけあれ、体重測ったら太ってなかった。イエイ。楓ちゃんの SNS 消えてるんだ。あ、そうなんだ。寂しいね。でも多分ね、その帰ったっていうか、そのなんていうの、直後、お正月直後は多分ね、ちょっと多分太ってたんですよ。で、最近やっとね、前と同じ生活に戻ってきて、戻った気がします。締めの司会でその卒業発表は珍しい。確かにね。でも確かにその、あそこ、私もさ、ハルタンさんの卒業発表の日さ、急に司会、最後の司会が変わったことでさ、察しちゃったからさ、自分でやっぱりみんなには秘密にしてたって言ってたから、あれなんじゃない、変えたくなかったんじゃない。本当だ、もう30分になりますので、じゃあもう終わろうかなと思います。もう寒すぎて、もうね、鼻水がね、ここ辺まで来ちゃってるので、みんなに鼻水が見えられないうちに終わっとこうと思います。みんな見てくれてありがとうございました。あきちゃんまだ携帯の調子悪いみたい。姉ちゃん、ふん、大丈夫。あきちゃんね、天中殺らしいですから。でも何事もね、天中殺だって思ったら仕方ないって思えるマインドにもなれるんで、皆さんあんまりね、天中殺調べない方がいいですよ。今年ついてないなって思うの結構しんどいんで、私の天中殺は再来年からです。じゃあね、みんな、バイバイ、おやすみー。